トラファルガーの海戦。トラファルガーの海戦は、1805年10月21日に、スペインのトラファルガー岬の沖で行われた海戦。ナポレオン戦争における最大の海戦で、イギリスはこの海戦の勝利により、ナポレオン一世の英本土上陸の野望を粉砕した。ネルソンが戦闘に先立ち、帰餓の艦隊に送った英国は、各員がその義務を尽くすことを期待するわ。 今日でも名門句として知られる。しかし、陸上においては、アウステルリッツの戦いで、フランスが他のヨーロッパ諸国軍を破るなど依然として優勢で、自国本土は守り切ったが、大陸での戦争自体に、すぐさま大勢を及ぼすことはなった。1805年、ヨーロッパ大陸は、皇帝ナポレオン率いるフランス帝国の支配下に置かれていたが、海上の支配権は、 イギリスの元にあった。イギリスは海上封鎖を行って、フランスの海軍力を抑止し、イギリス本土侵攻を防いでいた。ナポレオンはこの状況を打破すべく、ナポレオンのイギリス遠征軍による大英上陸作戦を援護すべく封鎖を突破することを命令。フランスとスペイン、当時ナポレオンの支配下にあったの連合艦隊を編成し、海上封鎖を突破し、 ブルーローニュの港に集結させた三十五万都合した侵攻軍、実際には十五万人程度と、総勢二千五百隻の集停、平底の輸送船による、ギリス本土上陸を援護することを命じた。ナポレオンの立案した計画では、イギリス海軍の海上封鎖によって封鎖されている、各地の根拠地、ブレスト、ツーロン、ロシフォール、フェロルの各港から艦隊を出撃させて、 封鎖を突破、ブレスト艦隊がアイルランド方面でイギリス海軍を引き付け分散させている間に他号の艦隊を合同させて輸送集定軍の護衛に当たることになっていた。しかしこの計画は主力と陽動のタイミングを合わせなければ成功は望めないが、風任せの搬送軍艦と天候の変化、特に高波に弱い平底の輸送船ではその タイミングの正確な予測ができるわけがかった。一方イギリスは海軍橋セントビンセント伯爵ジョン・ジャービスの指揮の元フランスの主要公湾のすべてに封鎖船を配置していた。ただしこの時点ではフランス側の作戦計画は察知できてはいなかった。地中海艦隊司令長官であるホレーショネルソンの艦隊は通論沖で封鎖に当たっていた。 フランス艦隊の作戦計画は変更を余儀なくされる。通論艦隊司令長官、ラトゥーシュトレビルが病死したためである。これにより、元は陽動だったブレスト艦隊によるアイルランド型進攻を主作戦の一つとし、イングランド進攻と同時に実行することとした。新たな陽動作戦として、通論とロシフォールの艦隊を西インド諸島へと送ることで、 イギリス海軍を分散させることになった。トレビルの公認となったビルヌーブ帝徳は1805年1月にネルソンの目をくらませるため好転をついて通論を出撃したが、この好天で戦列艦3隻が航行不能となったため作戦を中断した。このためにナポレオンは再び計画を変更した。それはアイルランド侵攻を取りやめ、 ブレストツーロンドシュフォールの艦隊に加えてさらにカディスからスペイン艦隊を出撃させそのすべてを一度西インド諸島で合流させてからイギリス海峡に突入するというものだった以下の経緯はフィニステレミサキの海戦港の戦略的背景の上に詳しいので割愛するフィニステレミサキの海戦から撤退したビルヌーブはスペイン領カディスに入り艦隊の整備に当たっていた なおこの間にナポレオンはイングランド侵攻中止を決断9月3日にブーローニュの陣を引き払い一度パリに帰還しているナポレオンは続いてオーストリアへの攻撃を準備していたがこの支援作戦としてカディスのフランススペイン連合艦隊にナポリ撃命令を下したこの命令を受けビルヌーブは9月19日から20日にかけてカディスを出撃したそのビルヌーブ艦隊を カディソーキで監視していたのが、ネルソン率いるイギリス地中海艦隊であった。ネルソン帝督のイギリス艦隊は、ビクトリーを機関とする27隻。ピエール・ビルヌーブ率いるフランス・スペイン連合艦隊は、ビューサントルを機関とする33隻であった。ネルソン帝督は、敵の隊列を分断するため2列の渋滞で突っ込む、ネルソン・タッチという戦法を使った。ビルヌーブも多重列による、 分断作戦を予測しており、訓示を受けた連合艦隊の艦長の中にはマストに多数の狙撃兵を配置して接近戦に備えるものもあった。連合艦隊は数で勝っていたが、スペイン海軍も混じっていて、指揮系統が複雑な上、指揮や連度が低く、関西方の射速も3分に1発と劣っていた。一方イギリス海軍は指揮も連度も高く、 車速も1分30秒に一発と優れていた。ネルソンの計画に従って午前11時45分に主な戦いは行われた。ネルソンは英国は各員がその義務を尽くすことを期待するという有名な信号機を送った。戦闘が始まった時フランススペイン艦隊は北方向にカーブした陣形を取っていた。ネルソンの計画通り英国艦隊は2列に 縦列でフランススペイン艦隊に接近した。風上の縦列はネルソンのビクトリーが、風下の縦列は火砲を百門問装備した、コリングウッドのロイヤルソブリンがそれぞれ艦隊を北の方向へと導いた。激戦の末、連合艦隊は、撃沈1隻、捕獲破壊18隻、戦死4000、捕虜7000という被害を受け、ビレヌーブ帝督も捕虜となった。 一方、イギリス艦隊は、喪失艦令、戦死400、戦勝1200という被害で済んだが、ネルソン提督は、フランス艦ルドゥタブルの狙撃兵の銃弾に倒れた。ネルソンは、神に感謝する。私は義務を果たしたと言い残して絶足した。ナポレオンは、この敗戦の方に対し、嵐による壊滅であると目殺したが、正解権を失った以上。 イギリス侵攻を諦めざるを得なくなった。ただし、イギリスでは、ピット首相が祝宴を催したものの、ロンドンでは、この海戦の勝利による紅葉には来立つこともなかった。ナポレオンはこの海戦の敗退による危機を、2ヶ月後のアウステルギッツの勝利で打開した。イギリスのピット首相は、アウステルギッツでの敗北にショックを受け、翌年失意のうちに病死している。 トラファルガーの勝利の意味とは、イギリスの海上制覇という部分にあり、ナポレオン戦争の戦局の一大転機ではなかった。1815年のワーテルローの戦いで、ナポレオンに勝利して初めて、トラファルガーの勝利の意味が評価されるようになるのである。しかし、イギリスにとってこの戦いの勝利は、フランス海軍にイギリス本土攻撃を阻止しただけでなかった。 イギリス海軍は1807年の第2次コペンハーゲンの海戦で積極的に行動することができ、1808年の戦役において他国の艦隊がフランス海軍の手に落ちることを防いだ。これらの一連の作戦は成功したが、フランスでは1814年までに80隻に及ぶ大規模な造船計画が進められていたのに対し、イギリスは 最大でも99隻の船しか1814年の時点で稼働できる状態でなかった。あと数年あれば、フランス海軍は150隻の艦隊を編成して、上員の室を艦隊の数でカバーして、再度イギリス海軍に挑む計画を思い至ったと思われる。この戦勝を記念して作られたのが、ロンドンのトランファルガー広場、トランファルガースクエアである。広場には、 ネルソン提督の記念碑が建てられている。一方、フランス国民にとって、この敗北はトラウマとなり、ありえない敗北による衝撃をトラファルガーと表現するようになった。モーリス・ルブランの冒険推理小説、ルパン対ホームズにおいて、フランスの怪盗アルセーヌ・ルパンが、イギリスの名探偵シャーロック・ホームズに送りつけた挑戦状の中で、トラファルガー仇討ちと挑発しているように、 その後の英仏の対決においてたびたび引き合いに出されるようになったのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。